受付を開始します。時間を、そして空間を超えて歴史に名を刻んだ勇士が集いました。スーパーワールドブリーダーズカップ、さあいよいよスタートです。世界一の称号をかけてスタートを切りました。12頭、まずまずのスタートかと思います。さあ外が行くのか内が行くのか、オルコックアラビアンがかわしていきました。3番ライトオブハドロンが追いかけます。5番ヘロド、その外ライジングマーメイド、そして1番人気のウッドストック、なかなかいい感じ。9番エクリプス、そしてそのうちにゴドルフィンバルブ、差が開いてマッジェム、そのうちヘイルチャオトゥース、それから8番ラーレーアラビアン、1番クリゲの馬体ドラゴンプラチナであります。この辺りちょっと離れているマイアリーターク、前でありますが前、先頭を行くオルコックアラビアン、大きくリード、ライトオブハドロン、ちょっと離されましてヘロド、そしてその後ろから11番ライジングマーメイド、これが1番人気のウッドストック、そして内からはエクリプス、それからもう1頭4番ゴドルフィンバルブ、それから離されましてマッジェム、さあ気合はどうなんだヘイルチャオトゥース、この大舞台で巻き返しに燃える人馬です。さあトンネルを抜けると世界最高のウィーニングロードが待っています。ヘイルチャオトゥースは6番手といったあたり、先頭デッドとオルコックアラビアン、さあこのまま逃げ切ってしまうのか、オルコックアラビアンが抜け出した。ヘイルチャオトゥース、三冠馬の意地を見せてくれ。一番内オルコックアラビアンが頑張っている。オルコックアラビアン先頭、捉えた、かわした、マイアリーターク、外から一頭ウッドストップ、ヘイルチャオトゥースかマイアリーターク か夢を叶えたのはどっちだ。2着、2着、7番。